すさみの海に来ています。2007年8月、今日は19日でしょうか。いつもだったら水たまりに、ニナっていう、小さな貝があるはずなんですが、全く見当たりません。小学校の頃は、ハゼの仲間もこういう水たまりにたくさんいて、缶詰を置いておけばその中に入ったものなんですが、魚の影は全く見当たりません。中学生頃までは無数にいた小エビも全く姿が見えません。ヤドカリは高校生ぐらいまでは非常にたくさんいたんですが、一匹も見つけることができません。ニナは全く見当たりません。海は非常に綺麗です。青いです。その潮が引いた後のこの水たまりには踏み潰さないように気をつけても、どうしても踏み潰してしまうくらいにニナという小さな巻貝がたくさんあるはずなんですが、今年は全く見当たりません。本来だったらたくさん浮いているはずの海藻さえ見当たりません。生きているものがほとんど見当たりません。小さなカニが死んでいます。本当にニナが一つも見つかりません。ニナという貝は2センチぐらいのサイズがあって、小さなサザエのような形なんですが、全く見当たりません。わずか数年の出来事です。ニナの小さな巻貝を見つけました。大きさの比較のために今お金を置いてみるつもりです。非常に小さな違いであれば、たくさんここにはあります。しかし本来ニナはこんなサイズではなく、この五円玉と同じぐらいのサイズがたくさんありますし、これよりほんの少し小さいぐらいの巻貝が本来はたくさんあるはずなんですが、この辺りにあるのは皆小さな死骸ばっかりです。大きなものは一つも見当たりません。小さなものはたくさん確かにありますが、どうやらこうした稚貝が全く大きく育たないようです。一旦ここで撮影を中断します。